小指は最も細い5本の指の中で最も細い指です。しかし小指にはこのぷっくりとした筋肉、小指柱があります。指には特徴があります。その特徴を知って指使いを決めることができると、今よりもっと楽に弾くことにつながっていくと思います。そして楽に弾けるっていうことは、皆さん自身の音楽をより彩りあるものにしてくれる、そんな風に思います。では早速指の特徴についてお話ししていきます。こうして手を眺めてみると、一本一本の指それぞれ長さも太さも全て違いますよね。一本たりとも同じ形太さの指はないっていうことがまず重要な点かと思います。これらの指を力、素早さ、歌心、この3つの項目から見ていきたいと思います。まずは親指です。親指は5本の指の中で最も太く、そして最も短い指です。他の4本の指に対して親指だけ全く違う形状になっているということは、見た目からも明らかかと思いますね。親指はこういった指です。力が20丸というのは、皆さんきっとうんうんとうなずいてくださるんじゃないかと思います。この太く短い、この利点を生かして朗々としたメロディーを歌う、例えばリストなどはこの親指によくメロディーを担当させています。一方で太く短い指なので素早さには劣るというふうに思われるかもしれませんが、実はそうではない指です。この三角というふうにしているのはある条件下でということなんですが、その条件とは親指が手のひらの下に潜り込んでしまわないということです。手のひらの下に入ってしまう、このように潜り込んでしまうと親指、ぜひ皆さん一緒にやってみてください。手のひらの下に親指を入れて動かしてみてください。窮屈ですよね。ほとんど僕はもうこちらに行けば行くほどこんぐらいしか動かないです。なので親指はこの手のひらの外に出して使うと自由度を得られる指です。というのも親指の周りについているこのぷっくりとした母指球という筋肉ですね、これ親指専用だそうです。この母指球の筋肉は前腕側に4つ、手のひら側に4つと合計なんと8つもあるんですよ。人差し指はというと、全ての項目で丸がついています。その代わり二重丸や×といったものがない万能な指というふうに言えます。特別秀でた項目があるわけではないんですけれども、万能というのは素晴らしいですよね。それによって例えば素早さのある指と組み合わせて速いパッセージトリルとかを弾きやすかったり、歌心がある指と組み合わせてより歌心を表現するということにつなげていくことができます。中指は力も強い指なので、和音などを弾く際にとても便利な指です。歌心ももちろんあります。中指は素早く動くこともできる指なんですが、少し注意が必要ですね。というのも5本の指の中で一番長い指だからです。特に骨剣や発剣が複数組み合わさるポジションを取らないといけないときには注意が必要だと思います。ポジションをうまく取ることができないと、この素早さを失ってしまうという危険性をはらんでいる指でもあります。そのための2つの方法を少し触れておきましょう。1つ目はこのように指を丸めて弾くということですね。指を丸めて弾くと、おおよそ他の指と同じところでこう打鍵するということにつながります。この形を居心地よいと感じられる方もいらっしゃると思うんですが、ただ僕はこの方法を取りたくありません。というのも、自分自身がこう指を丸めていると少し居心地悪く、何か緊張をこのあたりに感じるからなんですね。なので2つ目の方法として、肘を前後に使うということをやっています。つまり手の形は割とだらっと伸ばしたような形、こうすると当然長い中指は前に出てくるので、時々骨剣発見という時に窮屈さを感じます。その際に指をこのように丸めてしまうのではなくて、手の形はそのままにしておいて、この肘の前後を使って微妙に調整するということをやっています。このあたり肘の使い方について解説している動画もあるので、概要欄に貼っておきますので、もし気になる方はぜひ見てみてください。薬指は力も弱く素早さもない指です。
おそらくこの5本の指の中で最も使いにくい指というふうに感じられる方が多いのではないかと思います。しかしながらこの薬指はその弱点を補って余りある歌心に満ちた指なんですね。例えばショパンのノクターンの美しいメロディー、長い音符をできるだけ僕はこの4で弾きたいなというふうに思います。それによって自然に歌心を生み出すことができるんですね。小指も薬指と同じく歌心に満ちた指です。というのも多くのピアノ曲で小指にメロディーを担当させるように作曲家が作曲している、このことも証明になるんじゃないかというふうに思います。一方素早さには欠けています。力は三角です。つまり本来弱い指ではありますが、ある条件下では力強い指になるという指です。皆さん単独で小指だけこう動かしてみてください。この小指だけの動きで力強さ感じたよっていう方おそらくいらっしゃらないんじゃないかと思います。それもそのはずで、小指は最も細い5本の指の中で最も細い指です。しかし小指にはこのぷっくりとした筋肉、小指球があります。この小指球は3つの筋肉が組み合わされてできていますが、この小指球を作動させられる弾き方の時、この小指球が作動させられる、こういった時に小指は力強い指へと変化します。多くのピアノ作品で作品の骨格となるバスの音は左手の小指で、そして和音や単独でのメロディーなどは小指で取るということが必然的に多いと思います。その時にはぜひこの小指球をうまく作動させられる、使えるような弾き方を心がけられると、小指を力強い指として使うことができると思います。これら5本の指の特徴をまとめると、はい、このようになります。こうして見てみると、例えばトリルのような速いパッセージを中指と薬指、3、4や薬指と小指といったような4、5という組み合わせで弾くことはそもそもとても難しいっていうことが分かりますよね。できるなら人差し指と中指というように、もともと素早さを持つ指の組み合わせで弾くことができれば、より音楽の表現へと踏み込んでいけるんじゃないかと思います。指の特徴意識して使い方考えてみてください。